今畑で入れないんだけれども、雪が2メートル、山の畑は3メートルぐらい雪積もってて入れないんだけれども、そういう時だからこそ畑で使うものを今のうちに準備しておくと、自前のものを手作りするものを、そういう時期なんだけれども、で今回はね、これを使って pH 調整する資材を作りたいと思います。卵。で、卵で何使うの？卵の中身じゃなくて、食べた後の殻使います、殻。これをね、ずっと取っておいて、今いっぱい溜まってきました。このくらい。まあ、家庭菜園の方に使うだけなんだけども、1、2キロぐらい溜まったかな。で、この卵の殻を粉砕したものを、有機石灰として商品で出してるところもあるんで、pH がね、アルカリの方になるんで、畑の酸度調整に使います。だいたい日本の土っていうのは、日本の気候っていうのは雨が多いんで、雨は酸性雨になるんで、それが降ってくると土も酸性に傾く、栽培していればまだそれも酸性に傾くという、どうしても酸性に行きやすいお国柄になってるんで、やはり酸度調整、アルカリの方に少し持っていくっていう努力はなんかした方がいいんで、その一つとして、ね、まだ複数あるんだけども、手作りとしてやはりこの卵の殻っていうのが結構いいみたいなんで、今回これを使えるようにするための作業をしていきます。で、何するのかっつうと、ただ砕くだけ。ただこれだけ。結構手で、ここまでいくんで、で、この状態でさ、畑にあるとやはりちょっとさ、見栄え良くないなと思って、この時見えねえか。この粗い感じね、この状態で畑の土の中にあるとなんか見た目良くないんで、さらに砕いていくとね、あまり多く入れすぎるとすりこぎでやれないと思うんで、この顔料で一つだ砕いていく。一旦ね、フードプロセッサーでもやれるんじゃないかと思ったけれども、食べ物食べるやつの中に卵の殻残ってたら嫌だから、すりこぎとすり鉢でひたすら細かくしていこうと思います。これもうね、今の時代本当に使わなくなったから、これで使ってるって感じで、本当昔はよく使ったんだけど、今本当にね、このすり鉢でやった後のものが商品として売ってたりするから、本当に使わなくなっちゃってもったいないからね、こうやって有効活用しています。今ちょっとやっただけでも結構サラサラの細かくなったんでね、このくらいでいいかなと思います。よいしょ。でね、この卵の殻を砕いた資材、結構ね、2つか3つぐらい商品見つかったんだけども、その説明でいくとさ、一つ面白い話があって、この卵の殻って多孔質、穴が多いとね、いうことで、そういう穴の中に微生物が住み込むんで土が豊かになりますって書いてあって、あ、それはいいなと。炭と同じような働きだなって。炭も焼く過程で穴がいっぱいできるんで、その穴に微生物が住み込んで微生物のお家になるということで土が豊かになるっていうので、これもね、そういう働きがあるという話で、本当かどうか、本当だと思うけどね。卵ってのは呼吸してるから穴が開いてるって話は聞いたことあるんで、なんだろうなと思います。で、あと卵の殻ってカルシウム多いじゃないですか。カルシウムが多いんで、うちちょっと最近、去年か、トマトの尻腐れっていうのが起きて、トマトがこうあったとしてさ、割れてるからだな、トマトがこうなってたとしたら、下の方からこう黒く腐っていく、そういう病気なんだけれども、そういうのが起きたんで、カルシウム不足で起きるんで、その解決になるかなと、ちょっと期待してこれ使ってみたいなと思います。ただ尻腐れの場合はね、カルシウムが足りないから起きる
のか、起きるだけじゃなくて、水不足で起きることもあるんで、去年すごい暑くなって雨が降らない時期もあったんで、それも原因かもしれないから、まあ一概にね、カルシウム不足とは言えないけれども、まあとりあえず、pH 調整と、その微生物の活性化で、あわよくばカルシウム補給で、そういうシリグサレとかの予防になるんじゃないかなと。それを狙ってやりたいと思います。あと、まあ動物性のもので、中にある卵膜とか、膜あるじゃない。ゆで卵剥いたらさ、膜あって、なんかちょっと鬱陶しいなっていう、膜。あれも入ってるから、結局アミノ酸。これも豊富に入ってるっていうことで、土がさらになんか豊かになるという話も書いてあったんで、そういう効果も複合的に狙いながら、こういう卵の殻を土に有効活用していきたいなと思います。で、一番俺がね、卵の殻使っていいなと思うのは、捨てればただのゴミなのよ。ただのゴミ。だけども、こういう風に資材として使えばゴミじゃなくて、なんだ、財産として、財産っていうか、まあね、商品っていうか、なるんだから、使えるんだから、使えるものになるんだから、捨てるのもったいねえなと思って、本当にさ、ゴミやっぱ減らしていかなきゃいけないと思って、うん。で、それでやっぱ取っておいて、こういう風に、さっきの、あれみたいに、こう、サラサラにして、土に巻いて、混ぜ込んで、やっていきたいなと思います。まあ、これがね、本当に効果あるのかどうか、まあ、あると思うけどね。他にもやり方があってさ、草木灰を撒いてやったりして、それやったらね、玉ねぎすんごい一気に伸びたのね。いや、本当にやっぱ pH 調整っては大事だから、いろんなやり方、草木灰、俺は草木灰とこの卵の殻、他に何かあるかな。うん。他の、まあ、買ってくるものだったら、俺はその札だけども、買ってくるものだったら、駆除石灰とか、まあそういういろんな、ホタテ貝とかか。俺、ホタテ貝うちにもあるんだけども、ホタテ貝を砕くのってすげえ大変なのね。すげえ高温で焼いて、叩いてとかさ。それちょっと硬いからできないから違う使い方してるんだけども、まあそれまた別の動画にするんだけども、それ卵の殻今回はねやることにしました。なんで皆さんもね、もし卵の殻畑やってる人がいたら、卵の殻捨てるんじゃなくてこういう風に有効活用することをちょっと考えてみてほしいなと思います。プランターでもまあ軽く砕いて表面に置いておいてあげて、見た目が気にならないんであればねっていう使い方もできると思うんで、プランター栽培でも使えると思います。で、これが砕いた後の卵の殻です。ちょっと光で見づらいよね、白いから光ってさね、粉になりました。で、結構粗めにやっといたんで、まあ、これを春になったら畑に巻いて、クワでかき混ぜて、今の畑で使うんで、動物性のものになるんで、山の畑、商業用の畑の方ではこれ使わないです。自然農法の認証を受けてるところではこれ使わないです。動物性のものなんで、あくまで自家用の、あとは誰かにあげたりするような畑、玉ねぎ植えてるところで、ね、で使うもの、動物性のものなんで、商業用の方は植物性のものしか使わないっていうこだわりがあるんで、これは畑のものね。これ春になったら巻いて、で土壌改良に役立てたいと思います。